い、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあワープアプリを使って電脳世界へ行きますか。これワープアプリ野原家とお電脳公園。何お知り合い帳カードって、もう11分の0。お知り合いお電脳公園、はい、行きます。おー、ワープした、ワープした。最初の公園と同じような感じだけど、俺たちがさっきまでいた公園、ね、似ているかもしれないけど、ここは電脳世界よ。パラレルワールド的な感じ。変われてしまった誰かの意識がこの世界を作っているのよ。うん、そういう感じ。きっとその人がこの世界にいると思うけど、スマホを狙ってくる敵もいるはずよ。とりあえずその人を助けるっていうことか今回は。さあ、早速その誰かを助け。ジュミリちゃん、よく聞こえないじゃん。あ、電波が。マスケくん。あ、で、で。オラのおケツが何違うやろ。やれやれ、おケツだなんてお下品な人ですな。ま、じゃあスタート。遊び方がまた。ここは電脳世界。電脳世界には敵がいるよ。敵は踏んづけてやっつけよう。その辺はまああれか、マリオと同じような感じ。ぶつかるとしんちゃんのハートが減っちゃうよ。ハートがゼロになったらスタート地点に戻るよ。敵にやられないようにゴールを目指そう。 B がジャンプやったよね。あ、なに今の、なんか出た。あ、いた、いた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 。あれや、おでんの卵や。電脳世界ではチョコビを見つけられるよ。チョコビを集めれば電脳世界の冒険にきっと役立つはず。たくさん集めよう。箱ごともあるの。チョコビー。あ、コインみたいな感覚でチョコビを集めていくんや。へえ。あれなんなんやろ、バリア？あ、これやこれ。Y ボタンを押すとスマホバリア、押しっぱなしでバリアを出し続けられるよ。スマホバリア、敵の撃ってきた弾を跳ね返して敵を倒すことができるよ。すげえ。上ボタンと Y ボタンを同時に押すと上方向の弾を跳ね返すこともできるよ。弾を撃ってくる敵に困ったら使ってみよう。へえ。やっ。え？ほ。ほ。やっやっやっ。上に行けない。やっ。B 長押しじゃなかったっけ？あ、これで？は？ちょっと間違えた。はあ。全然ダメ。ちょっと待って。これで走る？いや違うな。あ、てどう高く飛ぶんやっけ。は、飛べない。痛い痛い痛い。これか。お、おー、跳ね返せた。そういう感じ。こっちから戻れる。あ、見て、あの真ん中のあれ星じゃなくてチョコビやったんか。なるほどね。こっちからしか行けんかったとこかな。そういう感じかな。あ、またさらに、ん？はしごがあった。はしごは十字ボタンかスライドパッドの上下で登ったり降りたりできるよ。はしごに登ったまま B ボタンでジャンプ、下ボタンと同時に B ボタンで飛び降りることができるよ。これで上に上がるのね。え、なに？これも敵か？これ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 、なんかハート型のがあった。びっくりした。君さっきまでいた。何あのハート型の、もしかしてちょっと多めに出るとか。は、踏んづけたい。はい、オッケー。眠っているところを。あ、もしかしたらハート回復しうる？そういうことかな。ペイ。イエーイ。あれも敵なんよね、きっと。ちょっと待って、出させて。あ、イエーイ。しいたけ？ハッピー。ゴール！くぐるの、これ。え、
り誰もおらんかったよ。友達誰もおらんかったよ。お電脳公園、さっきのお電脳公園さ、このあのお知り合い帳カードっていうの11分の0やってんやけど、あれなんなんやろ、キャラクターが保存されていくってこと。11もおらんかったよ。こっちなんか4分の0やけん、なんか減ったし。お電脳公園、すべての場所にワープでやってくるのか。はっ、イエーイ。はっ、ちょっと待って、ほっ、あ、痛い痛い。タイヤなどのジャンプ台の上に乗るとしんちゃんがバウンドするよ。お、言ってB ボタンを押しながらバウンドすると高くジャンプできるよ。これを使って、お、めっちゃバウンドする。はぁ、そのまんま上に上がりたかったなんかみんなめっちゃ寝よるやん。チョコビー、あ、ほらやっぱり回復しようやね、あれ。なるほど、あ、ちゃんと回復アイテムがあると。あー、待って、金ピキやっつけれんかった。なんか上にある。あ、チョコビ落ちとる。あ、はしごか、なるほどね。あー痛い、待ってこれって高いところから落ちてもダメージあったりするんかな。それはないんだろうか。お、充電、充電、スマホの充電がもしかしてなくなったりとかするの。届いてるみたいね。しんのすけくん、怪我はない？とりあえず、おケツが2つに割れちゃったけど、今のところ満タン。俺は元気だぞ。おケツは最初から2つに割れてるのよ。お尻はもともと割れてるでしょこれはお充電装置。やっぱ充電するの、スマホ。しんのすけくん、ここでスマホを充電することができるわ。充電なくなったらどうなるんやろ。電池も減っているみたいだし、早速充電してみましょう。時間かかるのそれ。人使いが荒いんだから。充電ぐらいしろよ。お充電装置ではスマホのお電池としんちゃんのハートを回復することができるよ。あ、自分も回復できるんや。へえ。お充電装置を起動しておけば、この先ハートがゼロになった時にそこからスタートできるよ。あ、これがじゃあ中間地点っていうこと。ほっ、お充電完了。乗るんや。お、一瞬で終わる充電。なにこれ。お、すみれちゃん、画面になんか増えたぞ。アプリ新しいの。これは。なになに、どうしたの。何アプリ。私が子供の頃、お父さんとお母さんが作ってくれたものと同じものなの。これはお知り合い帳というのよ。あ、お知り合い帳、ここでゲット。おお、お知り合い帳、お尻とお尻でお知り合い。さ、つみれちゃんもちょっと言うと思ったけど。やりません。恥ずかしがり屋さんなんだから。これはしんのすけくんのお知り合いのデータを集めておくアプリで、これから人と出会ったりすると自動的に追加されていくはずよ。敵は関係ないの、人だけ、キャラクターだけ。なんかじゃあほら、これから綺麗なお姉さんと、そういうこと、はい、お知り合いになろうっとみんなを助けてからにしてね。なんかまた増えた。お知り合い帳はお知り合いがどんどん登録されていくアプリだよ。敵に出会ったりお知り合い帳カードをゲットすることで増えていくよ。あ、やっぱり敵も含まれるんや。じゃあ最初のところは11匹おったってこと。敵11匹っていうか11種類ん ?11 匹なんかな。ショップアプリでお買い物をしてみよう。あ、これショップアプリ。集めたチョコビを使って冒険に役立つアイテムやアプリをゲットしよう。え、まさかの、まさかのチョコビがお金の代わりに。へぇー。こんな先？降りる、お、降りるのか。へい。これは上に。なんかこの辺から、いや、降りられないね。
はい、あ、違う、ちょっと待って、そうじゃなくって、あ、これで飛び移れそうじゃない？あ、復活するんや。あ、なんかあった今ね、上になんかあったよ、ちょっと待って、どのあたり、この辺か、てい、いけた、何あれ、ナンバー24のカードゲットした、なんかゲットしたよ、何ナンバー24って、何のナンバー、はほほーい、全然いけんかった、もっとリズミカルでいきたかったわ、てこの上にもなんかあるな、これはどうやっていくの、行けなくない、さらにこれで、もっともっと高く、どこまで高くいける、いやでもこんなに高くいけんな全然届かんしやっぱ、どうやっていくんやろあれ、はっ、ナンバー24のカードも気になるし、地下にやってきた、ちょっと危ねえ、もしかして違うところからぐるっと回ってこれる感じ、あれ下がるぞ、全然飛べてないけど全くまだ飛べてないんですけど、とりあえずチョコビはお金の代わりになるから大事ということが分かった、今の弾き飛ばされるの、はい、タイム普通にいけたと思ったんやけど、あ、これ上に上がっていける、あ、そういうことね、はい、これで多分さっきのあの上のところに行けるんじゃないかな、ウィー、危ねえあ、ほらほらほら、あ、なんかカードある、あった、ナンバー166のカード、何のナンバーなんやろ、いい感じ、あ、こっちにもカード、ほらほら、ナンバー63のカード、あ、こっち側別に何もない、何もなさそうや、帰ろ帰ろ、はい、なるほどね、回り道したら来れる場所とかもいっぱいあったりするのか、さっきこの辺まで来たんよね、結構痛い痛い、で、もうこれなんか下にも何かありそうな感じないのか、大丈夫か、はあ、ハートが回復できる、はっ、へい、いいね、ボヨンボヨン、いいね、あ、ちょっと全然聞いてないよ、ちょっとそこよくしいたけさ、はい、上がれ、上がれねー、え、上がれんや、あ、ちょっと待って、向こう側、あ、これでいける、はい、オッケー、いった、いった、あ、ちょっと待って、どれぐらいまで出しっぱにできるこれ、ちゃんと、あ、そこにも、は、あ、たどり着けない。は、は、いけた。なんかカードいっぱい増えてくるんやけどさ、お知り合い帳かな。いや、これ野原しんのすけ。あ、でもナンバーって書いてるけん、多分そういうこと？チーター。え、どういうこと？クレイジーマット。東松山よね。誰な？え、なんか知り合った人たちがさ、レインボー仮面。卵っす。そうっすか。ジグザグシイタケ。実際に知り合った敵たちが、こう記録されていくわけではないの。カードで集めるの、あれ。お知り合い帳。知り合い、一応お知り合い帳コード4
一番最初のところなんかなくなって8、9、10、11、あ、そういうこと。このおでんの公園全体で11あるっていうことで、でこのおでんの公園2が4で、このおでんの公園3が7やけん、2つ合わせたら11、そういうことかな。あ、そういうことっぽい気がする。おでんの公園3スタート。早速痛いです。あ、あそこにイエイ、ナンバー77。なんかこう隅々まで見ていかんと気づけなそうなものがいっぱい。あ、これはパテイ。はい、なんかどこかしらで、あ、すごい、見てこれ、壁キックや。え、めっちゃいいやん。イエーイ、ハート。ほほーい。あ、待って、上行きたい。あれやねん、マリオよりもいい感じの壁キックが。イエーイ。おーっと、ジグザグする、ジグザグ。イエーイ。待って、上に上がりたい。はい、痛い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 。上がりたい。オッケー。はっ、ふー、あ、こっちにもある。あれやね、お知り合い帳に入れれるカードがいっぱいある。空回復。これで次はもう降りていく感じか。よいしょ。上はすべて取った。はい、痛いです。はい、フェイン。これはこっちから上がっていくよね。おっと、あっ、イエーイ、バリアー。何、どこだい。なんかどこかしらで卵が何かを吐いているような音が聞こえるのだけれども、こっちにもなんか、いや、まずは上か。ちょっと待って、届かない。はっ、ていていてい。あ、これめっちゃ気持ちいいんやけど。これめっちゃいい。ちょっと待って、しいたけ、ジグザグしいたけ、ナンバー109。ダッシュとかは普通になかった。いてててててあ、そろそろあると思ったよ、充電。イエーイ、体力も回復。ゲット、イエーイ、カードゲット。あ、痛い。はい、あ、あっち渡っていけるやん。ちょっと待って、はっ、はっ、ここからあっち側へ。これ別に途中渡っていけるようなところはなさげやね。危ない。はっ、あの横についてるタイヤのやつ結構好きなんやけどし。あー、降りた。くそ。は、違う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 。もうなんかマリオと同じようにボタンを押してさ、痛い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 、ダッシュをしようとしてしまう。あー、え、あれ多分さ、あのしいたけ使ってしいたけを足場に向こうに行けるってことよね。そういうことだと私は思っているんだけれど。あー、来た来た来た、オッケー。待って、あ、なんかカードゲットしたっぽいけど。はい、まだ私上に用があるんです。はい、あ、上がれない、助けてー。
上がりたいんですけど、私上がれない。こっちから上がっていくしかないんかな。大丈夫、卵何も入ってない。あーもうダメ、もういいや。しくないわ。跳ね返されるし。これなんか上がれそうないけどな。こっち行ったら上がれるんじゃない？上がれるやん。あ、ちょっと待って。はい。あ、これでそっち側は。違う。こっち側はここからかな。はい。これで。ここから行く。はい。あ、ああやめて。はい。からの。はい。あ、なんかあった、なんかあった。ちょっと待って。は。はい。あ、届いた。お、チョコビ箱ごとあったよ。イエーイ。は。あそこにもチョコビ箱あるな。待って、一回ここ降りて。あーよし、ちょっと待って。よっ、あそこに、あっちから行く、ここじゃないわ、あっちから行くところに。よいしょ、いた。いた。あっちから行くところに。こいこい。しいたけの方に弾き飛ばされ。あったー、やったね。何あれ。ちょっと待って。電脳世界には踏んづけてもやっつけられない敵もいるよ。ぶつかるとダメージを受けてしまうので気をつけよう。敵を倒せそうなアプリを使えばやっつけられるかも。倒せそうなアプリなくね、そんなアプリ。あの上にさ、さっきハートあったよね。いやでも違う。怖い。ドッスンやん、ドッスン。いた。どうやってやっつけるんやろ。ワープアプリ、さっきなんかワープアプリ使えよって言われて、全然使えそうじゃない。そのうちなんかそういうのが出てくるってことかな。ボスやって、とりあえず全部取れたね。オッケー。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。じゃあ一応なんか3つ普通のコースがあって、最後4つ目でボスっていうパターンが続くって感じかな。わからんけど。でそのボスのところで多分1人ずつ仲間が解放されていくみたいな感じを予想している。